避難所開設キットの手順書、ナンバー3、総務情報班の行動です。この手順書では、手順書ナンバー1、はじめにやること、大規模災害編で6班に分かれた後の行動として、総務情報班の役割に応じた手順書の使い方を再現します。総務情報班は、避難者の受付や、情報、通信、郵便に関する役割を担います。総務情報班の班長の役割には、受付を通じて避難所に滞在する人の把握を徹底することと、限られた通信手段を効果的に活用するルール決めなどがあります。総務情報班の役割には、避難所受付の設置と、滞在者の名簿作成、情報掲示板などによる避難者への情報提供、電話、郵便による外部との連絡手段の提供があります。実際の災害では、電話回線がパンク状態になり、限られた回線の利用方法に関するトラブルや、避難者の事情に応じて安否情報を提供することの難しさがありました。総務情報班の行動は、手順書、ナンバー1、はじめにやること、大規模災害編の最後で、6班に分かれて、避難所の運営にあたるところから開始されます。大規模災害編を参照しながら、避難所の開設にあたっていた時のリーダーが、避難所に参集している方を6班に分け、それぞれの代表者を決めます。運営本部班の代表者は、本部長、それ以外の班では班長と呼びます。避難所開設キットには、班別の手順書が入っているので、本部長または班長は、避難所開設キットから各班の手順書を取り出します。本部長または班長は手順書を読み進めることで各班に必要な役割を実践し、他班や市災害対策本部と連携するほか、ボランティアなどの協力を得ながら避難所の運営に当たります。避難所開設キット、手順書の説明です。行動の単位に1枚の手順書があります。行動の単位のことをミッションと呼びます。班長はミッションを読み進めることで避難所の運営に当たります。まず、ミッションの目的を確認し、人数の目安を見て必要な担当者を配置し、ミッションの内容を配置した担当者に伝えます。手順書に裏面がある場合は、記載された詳細や補足、留意事項などを確認した後、手順書に書かれた行動を開始します。この時、担当者に手順書を渡します。各担当者は、手順書の行動が終わったら、集合場所に戻って、班長に結果を報告し、記録します。行動が終わった手順書は回収します。総務情報班の手順書の構成です。3段階に分かれ、それぞれ、2つのミッションがあります。次のスライドから、手順書を活用して、総務情報班の役割を実践する動きを再現します。これから総務情報班の活動を開始したいと思います。総務情報班の最初の段階、避難者の受け入れには、2つのミッションがあります。ミッション1、避難者を受付まで誘導では、正門など、避難者が移動してくる入り口付近に担当者を配置し、避難者を受付に誘導して、どういった方が避難してきたかが把握できる環境を作ります。配置された担当者は、メガホンなどを持って正門などに移動し、避難者を受付まで誘導します。総務情報班だけで避難者に呼びかけても、すぐに限界が来ます。避難者の方にも手伝っていただくよう、声かけをします。ミッション2、避難者の受付です。どのような人がどれだけ避難しているかを把握するためや、避難所内での感染症予防を行うため、受付時に名簿や問診票の記入を行ってもらいます。避難所開設キットから、受付に必要な消毒液やフェイスシールドなどを取り出し、受付の設置場所に移動して、設営します。受付は、避難者の人数や年齢構成を把握し、緊急物資や避難所内で必要となる支援方法を準備するための情報を得ることができる最初の場所です。ここで
避難者の受け入れの段階での2つのミッションを振り返り、その他のポイントを整理します。ミッション1、避難者を受付まで誘導では、滞在スペース内での土足厳禁の徹底と、避難してきた方にも協力をお願いする積極的な声かけを心がけます。ミッション2、避難者の受付では、検温、名簿、誘導の担当に分かれて対応します。避難者の中に個室対応を要する方やペット同行者がいた場合は、避難者支援班、体調不良者や濃厚接触者がいた場合は、保健衛生班に対応を引き継ぎます。総務情報班の第2段階、情報と連絡手段の提供には、2つのミッションがあります。ミッション3、情報掲示板の周知では、避難所のルールや、市災害対策本部からの情報を避難者に周知するため、避難者の滞在スペースなどに情報掲示板を設置し、掲示物を貼り出します。情報掲示板には、決まった形状はなく、避難所で準備できる資機材を使うほか、掲示物が多い場合は、壁などを臨時に使う場合もあります。ミッション4、災害時特設公衆電話の設置です。大きな災害が発生した直後は、電話回線がつながらない状況が続くことが予想されます。避難者の中には、緊急連絡が必要な方も出てくると思われるため、比較的つながりやすい特設公衆電話を設置します。特設公衆電話は、資機材コンテナ内にあります。電話機と延長回線を持って設置場所に移動し、端子板に接続して動作を確認した後、特設公衆電話の使い方の貼り紙をします。ここで情報と連絡手段の提供の段階での2つのミッションを振り返り、その他のポイントを整理します。ミッション3、情報掲示板の周知では、避難所が災害時には地域の防災拠点としての機能を持つことから、地域の方へお知らせする情報も掲示することに留意します。ミッション4、災害時特設公衆電話の設置では、限られた回線を避難者間で譲り合って使うための利用ルールを決めて、避難者に周知します。総務情報班の第3段階、避難者の把握と長期化への備えには、2つのミッションがあります。ミッション5、避難者の管理です。避難所受付で記入していただいた避難者名簿と問診票には個人情報が記載されていますので、慎重に管理します。避難所に避難してくる人だけでなく、外出や退所する人も記録するように努め、避難者の人数を常に把握するようにします。そのためのルールを受付に貼り出します。また、受付担当者は来客者や安否確認に対応します。ミッション6、郵便物の対応です。避難所の運営が長期に及ぶことが想定される場合、避難所で避難者宛ての郵便物を預かる場合があります。そのような場合に備えて、避難者には滞在場所が自宅ではなく避難先であることを公的な機関に知らせる避難先届としての避難者情報確認シートを記入していただきます。総務情報班では、避難者にこのシートを記入していただき、回収し、巡回してくる郵便局員に渡して、避難者宛ての郵便物が届くようにします。ここで、避難者の把握と長期化への備えの段階での2つのミッションを振り返り、その他のポイントを整理します。ミッション5、避難者の管理では、来客者や安否確認があった場合の留意点として、来客者は居住スペースには立ち入らせないことと、安否確認の問い合わせには、原則として本人から答えていただくことがあります。ミッション6、郵便物の対応では、郵便物や宅配便が避難所に届いた場合、極力直接手渡していただくことや、手渡しが困難な場合には一時保管することに留意します。総務情報班が行う他班や外部との連携の事例です。避難所受付を担当する総務情報班は、避難者支援班に受付時の避難者の状況などを提供する方法や、避難者への案内、誘導の方法を確認しておきます。
例としては、高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児などの要配慮者や、ペット同行者を確認した場合の連絡があります。そのような方が避難してきた場合の対応について、避難者支援班で決めたことを聞き取り、総務情報班の中で受付時の対応方法に加えます。手順書の全ミッションが終了した後、総務情報班では引き続き次の活動を行います。受付での入所者、退所者、外泊者の対応と名簿の適切な管理、避難者に対する安否確認や来客者への対応、避難所に届けられた郵便物の避難者本人への取り次ぎ、情報掲示板などを使用した避難者への情報提供。これで避難所開設キットの手順書ナンバー3、総務情報班の行動についての映像資料を終了します。